さあここでクエスチョン。例えばですね、何かがダメになったり何かこう失敗した時にお釈迦になるって言って言葉聞いたことありません？ダメになっちゃうんですよ、失敗しちゃうんですよ、お釈迦になるって言うじゃないですか。なんで？なんでだと思います？失敗した、ダメになっちゃったって言った時に、まあもうお釈迦になっちゃったって言って お釈迦になるって言うでしょ。なんでお釈迦になるんですかね。これなんか気になりません？じゃあ本当ね、僕がね今日お話しすることも何気なく使ってたり耳にしたことあるけど、なんでこんな言葉表現するのやろとか、なんでこの漢字使うのやろっていうことがいろいろあるんですけど、お釈迦になる、なんかめでたそうやないですか。お釈迦様ですよ。なのにダメになった時に使うの、なんでかなと思って調べたらですね、すごいルーツだったんですよ。いやあのね、すごい深い回答を期待されるでしょ、お釈迦様の話やしと。これがね、ちょっとしょうもないって言ったらおかしいんですけど、そういう理由っていう。僕なんて言いました？さっきお釈迦様の誕生日は、そう、実はこれが関係してるんですよ。これで失敗という、まさかお釈迦様の誕生日が4月8日で、そこから4月8日から失敗と取り、その失敗からダメになったこと、これをお釈迦になると。